マックス・スタイナーマックス・スタイナーは、オーストリア系のユダヤ系アメリカ人の映画音楽、作曲家。本名は、マクシミリアン・ラウル・バルター・シュタイナー。祖父のマクシミリアン・シュタイナーは、アンデア・ウィーン劇場の支配人で、父のガボール・シュタイナーは、ウィーンの遊園地の経営者だった。母は、グラーツ出身のバレエダンサーマリエ・ミッツィー・スタイナー。名付け親は、リヒャルト・シュトラウス。 1894年からエドムント・アイスラーにピアノを習い始め、1897年に最初の作曲作品である各曲、ラッセ・アイン・マールのホディ・ヒクシンを出版した。1904年9月15日にウィーン・ラク・ユー・教会音楽院に入学し、ロベルト・フックスに体位法を、フェリックス・ワイン・ガルトナーに作曲を、ヘルマン・グレーデナーに火星砲を、アルノルト・ロゼにバイオリンを指示した。 彼はその才能で4年の過程を1年で終えた。同時期に、グスタフ・マーラーからレッスンを受けている。16歳の時をペレッタ、美しいギリシア娘を作曲した。第一次世界大戦の時は、ロンドンにいて、適正外国人に分類されたが、ウェストミンスター港から出国書類をもらうことができ、1914年12月に32ドルを持ってニューヨークに到着した。 スタイナーは編曲者、オーケストレーター、ビクター・ハーバートや、ジェローム・カーニや、ジョージ・ガーシュウィンのブロードウェイミュージカルの指揮者として15年、働いた。1929年、スタイナーは、リオリカの映画版の音楽を制作するために、RKO からハリウッドに招かれた。1933年の、キング・コングの映画音楽によって、名声を得た。トップハト、 ロバータなどのフレット・アステアとジンジャー・ロジャースの出演したミュージカル映画の音楽も担当した。その他、何百もの映画音楽を作曲し、ワーナー・ブラザースの音楽部門で最も有名な作曲家であった。彼は参加アカデミー作曲賞を受賞し、26回ノミネートされている。しかし最も有名な、風と共にサりヌは受賞できなかった。ありがとうございます。